今までやったアクセントとかの部分をちょっと意識すれば多分、うん、あんまり言うことなくなるんじゃないかと思いますが、ちょっと D から音でやってみましょう。はい、難しいですよね、うん、そうそうそう、しかもこう装飾音符が音符としてもう書いてあると、うん、もう全部やっぱちゃんと吹きたいってなっちゃうと思うんですけど、うん、さっき言ったように大事な音だけしっかり吹いてれば後の音はそんなにこう全部同じ大きさで全部、ま、あの綺麗に吹く必要がないっていう、はい、うん、で D のところ、のところですね、うん、うん、もうさっき言ったようにアクセントをしっかりつける、タタッパッパッパーパラッタタタッみたいな、はい、ちょっとそこやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、はい、うん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 、いい感じで、次のドットドはめちゃくちゃ良かったです。お、うん、すごいアクセントしっかりついてて、うん、あの感じで OK です。で次ですね、はい、これもベンド、ベアッがついてるので、Cのフラットに向かってラの音から、ワン、ツー、スリー、フォーですかね、うん、はい、そうで、最初の音もさっき言ったこれを入れたり、まあ絶対入れなきゃいけないこともないんですけど、うん、ちょっと入れてやってみましょうか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、Cラソっていうところがちょっと綺麗すぎちゃう、うん、ラソの音もしっかりタンギングをついてでスラーにしちゃうとちょっとあのはっきりしないのでバーバーバーにしてみましょう。はい、もう一回ワン、ツー、スリー、フォー、そう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 、めちゃくちゃいい感じです、うん、で、次のはいレソドそこ難しいですよね、うん、ちょっと一回そこだけゆっくりやってみましょうか、はい、ワン、ツー、スリー、フォー、うん、そう、最初のレの音をしっかりバッ出す、うん、スリー、フォー、うんうん、最初の音をしっかり出してソドっていう動きが結構難しいですけど、うん、だいたいみんなこう人差し指が離れるのが遅くなっちゃうと思うんですけど、うん、薬指の方が先にパンって離れちゃうと、途中にラの音が入っちゃったりとかするので、うん、人差し指を早く離すっていうのをちょっと意識して、はい、タラータラータラータ、もう一回やってみましょう。スリー、フォー、うん、スリー、フォー、うんうん、そうそうそう、 OK です。じゃあ、多分そこまでのテーマはもういい感じになってきたと思うので、はい、ちょっと通してやってみたいと思うんですけれども、はい、ソロの部分は、うん、ちょっと私がやらせていただいてよろしいでしょうか。嬉しい、絶対かっこいい。いや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 、ちょっとじゃあそれでまたテーマに戻ったところで一緒に、はいはい、吹いていただけたらと思います、はい、you
すごい。いやいやすいません、なんかめちゃくちゃかっこいい。これファンクですね、これが。いや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 、これがファンク。いやいや違います。いやいや、もうもう周りにいるスタッフさんが今までにない表情してました。みたいな顔してましたから。すいません、なんかすごかったね。いやいや、もうちょっとあと何小節かがちょっとよくわかんない。かっこよかった。すいません、めっちゃ心持ってかれました。いや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 、すごい。というわけで、2人で一緒にファンキーに、はいはい、吹いてみましたけれども、本当に短時間のレッスンで、ちょっと言っただけでも本当に素晴らしいアクセントもしっかりできるようになったし、あとはやっぱりベンドとかの、自分でこうここはこういう風にしたいなみたいなのを、だんだんこう自分のものにしてこうやってって言われたからやらされてますっていう感じじゃなくて、私はここをこう吹きたいみたいなのが出てくると、もっとこう自分の、ファンキーな歌い方というか、ニュアンスのつけ方が出てくると思うので、はい、でも大変素晴らしかったです。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、ということで今日は宇野さんにですね、ファンクサックスについて教えていただいたんですけど、結構ね細かいテクニックがねより音楽を豊かにさせるんだなっていうことを今日改めて知ることができました。そして私はさっきあのすごい演奏を聞いたばかりなので、まだ心臓がドキドキしてるんですけど、今回はですね結構なんていうんですか、今までと違うような授業になったんじゃないかなと思っていて、皆さんこんなに先生のあの音を楽しむ機会ね多分今まであんまりなかったのかなと思うので、ちょっと皆さんの心がこの今日の音楽を素晴らしいソロを聴いてハッピーになっていたらいいなと思います。今日はありがとうございました。